今回は島村でお取り寄せしていたチーカーグッズが届いたので今から紹介します。今回届いたのはまず一つ目はこちらカードケースです。ハチワレが白ご飯食べてます。焼肉会の時のイラストですね。ラッコ先生に焼肉おごってもらってる時の様子です。はい、ハチワレって書いてあって上には牛のイラスト。ハチワレは白ご飯もぐもぐ食べてます。で裏はこれはねお肉を焼いてるところ、何回もね表裏ってねくる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 ひっくり返してます。お値段は979円です。島村安い。中はどんな風になってるかと言いますと、スナップ止めになってて中にはカードが結構たくさん入れることができますね。真ん中にねあのカードを取りやすくするための穴が開いてて使いやすそうにできてます。でポケットもついてますね。ちょっとしたものを入れておくこともできます。はい、とってもいいですね。はい、まずこれが一つ目購入しましたカード入れです。はい、そしてもう一つ購入したのがこちらはポーチになってます。チーカーのポーチ。はい、このイラストはねローのイラストになってます。これねローですね。はい、お値段は1089円になってます。ポーチの全貌を見てみましょう。これね裏です。表は、はい、このようになってます。表は上の部分が透明のポーチになっていて、で下にもなんていうのかなポケットがねあって収納できるようになってて2層のポーチになってます。はい、メイク用品入れるために想定して作られたポーチなんだと思います。ここにねあのメイクブラシとか入れて、でその汚れないようにこういう蓋がついてるってね。で上にはなんか他にメイク用品入れるっていう感じかな。はい、で、ポーチはねこんな風に透明になってて中の生地がよく見えるようになってます。で中の生地もこのローのイラストに合わせてシーサーとローの鎧さんとあのどんぶりラーメン鉢のねイラストが書いてあります。でローっていう文字も入ってますね。とても可愛いデザインになってます。はい、で私はこのポーチはあのそのお化粧品入れるために買ったんではなくって、その入れたいものがありました。これです。はい、はい、こんな感じでねぬいぐるみポーチにしたいなと思って今回買いました。それはちょっと入らないじゃん。それ、うん、ポテタマは無理なんですけど、この、 あのお出かけ用のマスカットならば入ります。ただねちょっとイラストがね邪魔になるから顔は見えないんですけども、こうやってね入れて持ち運ぶことができます。で下の段にはねあのアクリルスタンドとかね入れればいいんじゃないかな。そしたらねお出かけにねチーカー持っていけて、あの出先で写真撮ったりとかねするのがはかどるんじゃないかなと思います。ぬいぐるみも汚れから守ることができます。しかも中ちょっと見えるので可愛いですね。はい、可愛いですいいね、うん、素敵。はい、2体ならばぴったり入ります。3体はねちょっと難しいかもしれない、頭大きいからね。こんな感じです。いいですね。これでこれからねお出かけに連れて行ってあげたいなと思います。はい、では今回は島村で追加購入したチーカーグッズを紹介しました。